そう、症状が出ると、それをなんとか見たくない、消したくなって、病院に駆け込みます。それで、見とる覚悟を決めて、じゃあ自宅にやっぱり連れ帰りますっていうことで、さくらがまたどん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 改善傾向になって、もう本当に毎日感動の連続でできることが増えていって、もう本当にさくらが命をかけて生きることを教えてくれたんだなっていうふうに感じています。こんばんは。今夜の、嘘本を、9時になったので始めていきます。よろしくお願いします。今日、本当はサニー校長の、これ嘘本でライブ配信の企画なんですけれども、ちょっと都合が悪くなってしまって、私、おーちゃんが今日の、MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。で、改めておーちゃんって誰ですかって話なんですけども、サニーズアニマルクリニックの、獣医師の、太田理恵と申します。そのサニーズアニマルクリニックの中で、飼い主さんの、治療とか、根本治療を目指していく中で、まあ、いろんなプログラムを組んでるんですけども、その中で、コーチングとか講師の役割をやらせていただいております。なので改めましてよろしくお願いします。で、今日の、嘘本のゲスト、渡辺桂さんです。はい、よろしくお願いします。ちょっとこのあと、その嘘のような本当の話をお話ししていただくんですけども、簡単にちょっと自己紹介の方をお願いします。はい、渡辺桂と申します。神奈川県在住で、2頭の保護犬と暮らしています。で、1匹の子の、転換の治療を したくて、サニーズアニマルクリニックで SRT 根本治療を始めて、今5ヶ月ほど経ったところです。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあそしたらせっかくね、スライドを作ってくださったので、そこからどんな経緯を、辿ってきたのかっていうのをよろしくお願いします。はい、転換発作の治療でペットが教えてくれた大切なメッセージ、嘘本、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まず、家族紹介になります。私は、渡辺桂と申します。これ家族写真なんですけれども、4人家族です。こちらにワンコが2匹写ってるんですが、この真ん中に寝てるのが桜です。芝ミックス、13歳です。で、こちらに映ってる子が夏、なっちゃんと言います。11歳の、雑種、中型犬です。臆病ですが、すごい甘えん坊です。で、今現在は、この息子2人はもうすでに家を出ていて、夫婦2人と犬2匹で暮らしています。で、私がサニーズに出会ったのは、この真ん中に寝てる子が、この子、さくらなんですけれども、この子の転換治療をしたくて、たどり着いたのがサニーズアニマルクリニックでした。ちょっと経緯をお話しすると、去年9月から転換発作が出始めました。で、年明けから、発作の頻度が頻繁になり、その時は対処療法をしながら過ごしていたんですが、改善せず、今年の2月に大学病院で CT の検査をして、特発性転換と診断されました。結局原因がわからないという病名だったので、私はますますその時は不安になって、抗転換薬は飲ませたくないし、対症療法も効かなくなってきてるし、どうしようってすごく思い悩んで、検索して調べてたどり着いたのがサニーズアニマルクリニックでした。で、最初の頃そのサニーズの動画を見つけて校長の動画とかを繰り返し見ていたんですけれども、何度見ていてもその校長の印象が、この人は嘘がない人だなっていうふうに思ったのと、あとは
なんかこう自分が、あ、ここだったらなんか自分の探していた答えが見つかるかもっていう前向きな気持ちになれたりとか、転換も薬を使わないで治すことができるかもっていうふうに思って、アカデミーに入会しました。で、その自分がやっぱり決意したことで、物事はやっぱりどんどん進んでいって、5月に申し込みをして、6月に無料個別相談を受けて、7月からSRT 制として根本治療を始めて、今5ヶ月経ちました。で、あとこの写真のちょっと詳細なんですけど、これ実はまた後で説明するんですけれども、茨城院、サニーズの茨城院からもう桜が命が危ないっていうことで、もう見とる覚悟で自宅に連れ帰って、これがもう最後の家族写真になるかもねって言って撮った一枚になります。はい、また後でお話します。次行きます。はい、桜が、変化ですね。根本治療 SRT 前と SRT 後でどのように変化したか、全体の様子をお伝えしたいと思います。SRT 前なんですが、全体として、桜は、元気そうにはとても見えていました。もともと13歳にしては、よく走り回りますし、お散歩も大好きだったし、まあ、元気だなっていうふうには思って認識していたんですけど、とにかくなんか疲れやすくて、よく寝るんですね。で、散歩中に止まる、瞑想する。普通に歩いていても急に止まって、行く方向を U ターンしたりとか、そういうところがありました。で、夜中にも起きて散歩に行きたがる。で、草を食べて便をする。で、その便がまた粘膜便だったり、血便だったりしました。で、ここまでが、ここまででなんか、その時思ってたことは、やっぱりその13歳っていう、なんか年のせいもあるのかな。かかりつけの先生も、まあ、ちょっと認知症みたいな感じのお話をいただ、言われたこともあったので、まあそういうこともあるのかなっていうふうな感じで、まあ対処療法で対処してたんですけれども、はい。で、痙攣発作の頻度がどんどん多くなっていきました。で、その当時は肥満がパサパサだったり、食欲にも波がありました。で、今現在の桜ですね。とても目力があります。で、目に生命力があって、こう、意志が宿っているような、そんな目です。で、疲れやすくよく寝るっていうことだったんですけど、今はもう本当に庭をずーっと歩き回って、ほぼ寝ません。はい、昼間はずーっと起きて、遊んでます。で、表現がストレートになりました。泣き方で、怒ったり甘えたり、そういう感じで表現してくれてます。で、今現在は粘膜弁や血弁も見当たりません。で、痙攣発作なんですけど、初めてですね、2ヶ月以上空いている状態です。もうすぐもう2ヶ月半ぐらいなんですね。はい。で、紐もすごい今ツヤツヤで、食欲ももりもりで、とても筋肉質な、バランスのいい体型になっています。こちらですね。桜の、変化をちょっと動画を選んでみました。こちらが SRT 前なんですけれども、外も好きなんですが、結局外でもこうやって寝ている感じです。ほぼ場所を変えないで、同じところでこうずーっと寝ている感じですね。で、家の中でもこんな感じでした。で、こちらが、現在。思いっきり今スライドしたんですけど、これすごい本人は楽しそうで。はい。近所に犬友さんもいて、犬が遊びに来てくれたりして、大いに刺激になったりして、はい。楽しく過ごしています。とにかく体つきがやっぱり変わりました。はい。で、私自身のことをお話しします。根本治療前、SRT 前と SRT 後ですね。
で、SRT 前の私は、さくらのことで不安になるとすぐ受診。そう、症状が出ると、それをなんとか見たくない、消したくなって、病院に駆け込みます。で、あの先生に、漢方やらホメオパシーやらサプリを処方してもらって、それをさくらに与えるっていうことをしていました。で、あの、転換発作っていうのはすごく、あの、症状が大きくって、怖さもあったので、自分が留守にした時に、さくらにその発作が出てしまったらどうしようっていう怖さで、なかなか出かけられない。出かけてもなんかすぐ短時間で帰ってきちゃう、みたいな。そういう感じでした。で、その症状が、あとなかなかなくならないので、常にこう検索したりして、なんかいい情報はないかなとか、桜になんか試せることはないかなって調べるんですけど、結局自分が、あの、信じられる情報かどうかもわからないので、選択もできないし、それを選び取って行動に移すこともできないっていうような状態でした。もうまさに負のスパイラルになんか落ちていくような、あの、不安な状態でした。で、今現在なんですけれども、まずはもうとにかく自分に集中。あの、自分が今どう思ってるのか、うん、何を考えてるのかっていうのを、あの、向き合うというか見つめることに集中して、こういう、あの、桜の対処療法で、あの、していたことももうすべてやめました。で、怖くて出かけられなかったけれども、今はもう桜を信じて外へ出るようにしています。で、今はあの好きな仕事にもつけて、あの、頑張っています。で、とにかく自分を信じる。自分がどうしたいのか考える。それをまたやる、やらないっていうのを決めていく。自分で決める。で、そうすると、自分を取り戻せるような感覚になって、自信がついていくっていうふうに、あの、進めています。次。で、SRT を始めてから現在までの、あの、状態、状況をちょっと時系列でお話しさせていただきたいと思います。はい。まずこちら、トレーニングを始めたのが7月だったんですけれども、6月から実は校長の診察を一週間に一回のペースで受けていたので、あの、自分の気持ち的にはすごく、こう、やっと治療が始められるんだっていう安心感もありました。そのおかげもあったのか、6月、7月は、あ、5月に一回大きな重積発作が起きあったんですけど、その始めてから6月、7月は続けて、あの、月に一回軽い発作のみで、あの、終わってました。はい。もう、その時点で、なんかすでにもう改善傾向にあるんじゃないかって思えたぐらい、なんか変化が感じられたあの月でした。で、私自身も、アカデミーの皆さんとお会いできたり、あの、まあ、同じ、ペットに悩む、飼い主さんだったり、症状を改善した先輩の飼い主さんだったりに、あの、お話を聞く機会なんかがあったりして、すごく刺激を受けた、月でした。はい。で、SRT 開始1ヶ月後の8月ですね。で、ちょうど1ヶ月後に、桜が重積発作が起きました。で、これは、5月に1回目の重積発作が起きて、2回目の重積発作だったんですけれども、重積発作っていうのは、あの、一回発作が始まると、意識が戻る前に、またもうすぐ次の発作に移って、それがずっと延々と止まらなくなっちゃう、みたいな、あの、発作になります。で、この時も夜中に起きて、朝までずっと止まらないっていう状態でした。この時に、この時5月の、重積発作 の時もそうだったんですけど、この重積発作2回目の時も、抗てんかん薬は、この時は使用しました。で、その後、あの、サニー校長から、提案されて、茨城院へ、
治療のためリトリートでさくらを預けることを決めました。で、約1ヶ月の期間だったんですけれども、それまでさくらとそんなに長く離れたことはなくって、最初すごく不安だったんですけど、離れてみるともうお互いにすごい解放感で、私自身も自分と向き合うことができた1ヶ月だったと思います。で、SRT 開始から3ヶ月後の9月になります。で、ちょうどその1回目のリトリートから帰ってきた、迎え入れた2日後にまたしても重積発作です。で、これはもう3回目の重積発作になるんですけれども、やっぱりすごく冷静に見て いたつもりだったんですけど、さくらのやっぱり消耗具合はすごいかったですね。いつもだったらこうすぐになんかこうお水を飲もうとしたりとか、立ち上がろうとしたりとか、一生懸命動こうとして自分で意欲を見せるんですけど、その意欲がちょっと薄いなっていうふうに感じてました。で、自宅に連れ帰ってすぐに重積発作が起きてしまって、またサニー校長に、茨城院に戻しますかっていうことを提案されて、まあ、その時も悩んだんですけれども、まあ、それがやっぱりベストだなっていうふうにその時は決断して、またお任せすることにしました。で、その数日後ですね、さくらをまた預けた数日後に、さくらの状態があまり良くない、もしかしたら死の方に、もしかしたらというかもう死の方に向かっているかもしれない、生きる意欲が見えないっていうことで、谷校長から連絡をもらいます。で、まあ、命を終わらせる選択は突然やってくるかもっていうことで、家族みんなでちょっと考えまして、さくらがそういう選択をもしするんであれば、それはきちっとやっぱり家族としてそばにいて見守りたいっていうふうにまた考えて、そのように行動しました。で、家族みんなで茨城院に向かいます。で、さくらと対面したんですが、家族に会えた安心感からなのか、さくらがちょっと変化したんですね。目を開けたりとか動いたりして意欲を見せ始めたんです。で、これはもうさくらがもしかしたら家に帰りたいって思ってるのかなって思って、それで見とる覚悟を決めて、じゃあ自宅にやっぱり連れ帰りますっていうことで、さっきの1枚目の家族写真の状態になるんですけれども、はい、そういう状況で一旦連れ帰るというふうなことが、10月の頭になりますね。で、10月の頭にそれで連れ帰ってきて、翌日ですね、翌日さくらがまた変化をします。今度は もう10日ほど本当飲まず食わずで、もう皮下保液をやっていただいて、なんとか息ながらえていたような感じで、もう本当に息も絶え絶えみたいな状態だったのが、帰ってきた翌日から水はごくごく飲むし、また動きたがって吠えてっていう、死から生の状態へ向かったんですね、一気に。で、それにちょっと家族みんなもびっくりしながらも、もうそうなったらもうこれは必死で介護するしかないって思って、もう必死に向き合いながらこの10月は介護しました。で、その時の介護士さんとの出会いだったりとか、まあその時アカデミーの仲間だったり、そういう人たちに私が助けられたことによって、で、さくらがまたどん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 改善傾向になって、もう本当に毎日感動の連続でできることが増えていってっていう、もうなんかあっという間の1ヶ月だったんですけど、そんな10月です、でした。で、ここにも書いてあるんですけど、サニーコーチはもう本当に死の方にさくらが向かっているっていう風に言っていたので、
自宅に連れ帰って奇跡のカムバックをしたさくらの動画とかをサニコちゃんに送ったら本当にびっくりしていて、まあ、それもすごく嬉しかったんですけど、もうそう確かもう希望しかないねっていうふうにその時も言ってくださってて、いつも励ましてくれてました。で今 SRT 開始から5ヶ月経って、まあ11月からまあ現在にかけてなんですけれども、まあ本当に初めてのことが今いろいろ起きているんですが、今現在、転換発作がもう2ヶ月以上起きていません。で私自身も、犬たちと離れて自立できるようになっています。で現在も発作はないので服お薬も飲んでません。こちらが先ほどのさくらのその奇跡の復活までの道のりをちょっと動画で作りましたのでお伝えしたいと思います。こちらがその先ほどさくらが、まあ、死に向かっている、もういつ生きることをやめてもおかしくないような状態ですということで、サニコ長から動画が送られてきた時の桜の様子です。ここに大きな絆創膏も貼ってるんですけど、これは実は、転換発作の時にずっとこうピク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 痙攣をして手足をバタバタ動かしているので、そこが傷になって、その後、まあ、10日間、どん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 免疫が下がったことによって、傷がどんどん広がって、床ずれみたいな状態になって、この絆創膏の下は実はもう皮膚組織が見えていて、骨も見えているような状態でした。でも、この顔がすごく穏やかで、私自身は、こうやって穏やかに苦しまずに行ってくれるんだったら、それはそれでいいかなっていうふうにこの時は思っていました。呼吸もすごく浅くなっている感じですね。で、こちらの桜が家族みんなで会いに行った時の桜です。それまで目もなかなか開けずにこんなような状態、先ほどのような状態だったのが、こうやって目をしっかり開けて、家族を認識している感じ。お分かりいただけるかなと思うんですけど、安心してるような顔で、これお兄ちゃんが撫でているところなんですけど、なんかこれを見てからあれっていうふうに、さくらはもうやっぱ一緒に帰りたいのかなっていうふうに、このさくらの状態からそういうふうに考えました。これは音声がないんですが、これが先ほどお話しした自宅に連れ帰った翌日です。さっきまであんな状態だったんですけど、これは次男が一生懸命介護してるんですが、一生懸命吠えて歩きたいっていう意欲を見せて、この前にも水をガブガブ飲んで、与えたチュールもものすごい勢いで食べて、一生懸命こうやって歩こうと動きたいって、してる姿です。ここからも必死の介護生活が始まりました。で、その後のまあ介護してる時の一部分なんですけど、もう最初はやっぱりこうやって、なんでしょう、手足にもやっぱり力が入ってないんですね。麻痺みたいな感じで残っちゃってるんだけど。気持ちだけはもうものすごい歩きたい、動きたいっていう気持ちが見えるので、そこは尊重して、で、先ほどもお伝えした介護シッターさんの出会いがあったので、彼女が支えてくれて、その毎日桜が変化していく状態を一緒に確認しながら、じゃあ今日はああしてみよう、こうしてみよう、こういうことやってみましょうっていう感じで、もう最初の1週間10日ぐらいはもう付きっきりで一緒に面倒を見ていただきました。本当に支えていただきました。で、その後こちらですね、
そんなさくらが、それに応えるかのように、こうやって何の介助もなし、で、フリーで、自分の足で、手足で歩けるようになった姿です。これが、復活してからちょうど20日後ぐらいのことでした。で、そう。もう一個お伝えしたいのが、これ尻尾が、ほんと柴犬特有のこう、くるんと上に上がってるんですけど、実は5月の重積発作が起きてから、ずーっと尻尾が下がりってたんです。もう、下がってて、そんな桜の尻尾を見たことなかったんですけど、うん。なんかそれはいつも寂しいなって思ってたんですが、今回のこの時の奇跡の復活を遂げた時に、尻尾が上がってるっていうふうに思って、これには本当にびっくりしました。あ、そう、それでそれを、サニー校長にすぐ報告したんですね。桜の尻尾が上がってるんですけど、校長が、飼い主の状態が今までで一番いいってことですねっていうふうに返ってきて、なるほどって思って、まあ、それも嬉しかったですね。で、これがもう最近の桜の様子になります。この、もう本当に猿みたいで、この筋肉質な体もすごくわかりやすいと思うんですけど、めっちゃマッチョな感じで尻尾はくるんって上がってるし、もうここになんかもう、なんか這い上がりたくてしょうがないみたいな。もうこのジャンプ力とかも見てて本当にびっくりしました。で、こちらに。これが、また最近の桜なんですけど、実は、はい、今こうやってスライドもしちゃってるんですけど、こちらの動画でこの柵が見えると思うんですけど、この柵は、まあ、ちょっとこの坂道、庭の坂道が危ないなっていうことで、こう、行けないように制限をかけていたところなんですね。でも、このもうなんか筋肉質でもうなんかやりたがる桜を見ていたら、もうこの柵ももう、取り外してあげたくなって、もう、えいって外してみたんです。そしたら、こうやって、庭をアスレチックみたいに楽しんで、なんか、満喫してるような姿を見せてくれるようになって、すごく、嬉しかったです。で、今では、今ここさっきスライディングしちゃってたんですけど、今ではもうこの坂道も、調整したり、慎重に一生懸命降りたりとか、そういうことをちゃんと、学んでできるようになってます。本当に楽しそうで、放っておいても安心できるぐらい、機能も回復してるなっていうふうに感じています。で、少しちょっとリトリートの話に戻ります。で、これは、さくらが1回目のリトリートの時です。8月の暑い時期だったんですけど、急性発作の後に初めて行った茨城の様子なんですが、こうやって子犬たちに、今もうこの子犬たちも結構大きくなっちゃったと思うんですけど、すごいみんな、かまってかまってっていう感じで、まあ、私たちはこの、動画いただくと、わあ、楽しそうだなっていうふうに、夫といつも見て、言ってたんですけどね。やっぱり、こう、犬は犬同士で、犬の世界で生きるのっていいなっていうふうに思いました。また私たち飼い主に見せる表情とはまたなんか違ったようにも見えてたし、なんか顔つきもなんかこう若返ってるような、キラキラしてるような感じにも見えて、ああ、なんかやっぱ違うなっていうふうに思って、リトリートしてよかったなっていうふうに思ってました。で、後から、まあ今思うことなんですけど、その死の生還ができたのも、死からの生還ができたのも、やっぱこの経験があったからかなっていうふうに思います。このリトリートで体験したすべてがあって、まあこの茨城院ってすごく自然があったりとか、
いろんな動物がいたりとか、もちろん飼い主以外の人間がいてお世話していただいたりもしたんですけど、そういう体験があって、生活の中で鍛えられて、で、桜の本来のなんか生命力が備わって、それを今回のその死から生へのその生還ができたのかなっていうふうにも、今は思ってます。はい、まとめになります。で、SRT を続けてきて今思うことです。もうすべてこの私は桜の尻尾がすべて物語っているなっていうふうに思っています。もうあの尻尾を見ているとやっぱすごく嬉しいし、こうやってあのスライドをやっぱり作って振り返ってみたときに、やっぱこう思うことは目の前でこう今起きていることはすべて自分で選択してきたことだなって、そこから作られていることだなっていうふうに改めて思いましたし、まあ、そうですね。自分を見つめて向き合っていくことで、まあその選択がして、選択してそれを行動につなげることができる。で、それが生きる自信につながっていく。で、自分のことが信じられるようになると、桜のことも信じられるようになって、離れていても大丈夫だな。犬たちからも信頼してもらえているなっていうふうに実感しています。もう本当に桜が命をかけて、生きることを教えてくれたんだなっていうふうに、感じています。はい。で、私はまだまだこれから、トレーニングは続きますので、はい。トレーニングあるのみということで、これからも続いていきます。はい。ありがとうございます。以上です。はい。ありがとうございます。はい、いやー、すごい。改めて、今、まあ、さくらちゃんのことはね、私も茨城にちょっと、茨城に、通勤するときに見ることがあったりとか、桂さんと、まあ、コーチングの時間、週に1回とか、何回かの診察の中で、桂さん自体の変化とか、さくらちゃん自体の変化っていうのを聞かせてもらってきたんですけど、やっぱ改めてこうやって振り返ってみて、スライドでお話ししてもらって、まあ、本当に、やっぱり命ってすごいなっていうとこですよね。もう常に飼い主さんはもちろんなんですけど、専門家って言ってもその獣医師もやっぱ常に命から学ぶってことがほとんどだなっていうふうにやっぱ改めて思いましたね。本当にさくらちゃんのことっていうのは、まあ、特に本当にそれを感じられました。で、今回そのベッドが教えてくれたその大切なメッセージっていうタイトルにもあるところなんですけど、さくらちゃんが桂さんにこう伝えてくれたメッセージであえてその言葉にすると、あ、こういうメッセージをさくらは私に教えてくれたんだなっていうものっていうのはどういったことになりますか？それはやっぱりそのまとめで先ほどお伝えした生きることってこういうことでしょっていう感じですね。まあその生きることってなんかすごい抽象的かもしれないんですけど、自分に、まあ、正直に生きること、自分を正直に表現すること、それが生きることかなっていうふうに思いますね。桜も今本当に素直に表現してくれてるので、本当めっちゃ私とリンクしてるなって思うんですけど。本当そうですよね。まあその本当にまあ、SRT 生っていうとあれかな、SRT って言ってサンニーズラディカル、トレーニングとかトリートメントって言って、まあ、サンニーズアニマルクリニックでは多くの飼い主さんが、根本治療を目指していわゆるその SRT っていうプログラムとかトリートメントとかトレーニングを、まあ、受けていってお家の子の改善とか、まあ、自分自身の変化もしながら改善していくんですけれども、今回その SRT を始めて、
8月ですもん、あ、7月ですもんね。7月です。相当濃厚な5ヶ月だったのかなっていうふうには思うんですけども、もう山あり谷ありな感じで、もう、まあ、それこそ10月の本当介護生活の時はもうトレーニング、逆に本当トレーニングどころじゃないっていう、もう一切何もできなかった時もありますし、はい、でもまた前向きにコツコツ始めようっていうふうにも思えたりとか、でもこういう機会をいただいて、また整理し、まとめて整理することができたりとか、これもなんかすべて、なんか自分のためになっていると思うので、そうそうそう、このまとめのところでもう一つ、そう思ったので、その桜の転換発作が頻繁になったのが、もう本当まさに元旦だったんですね。今年、7月1日。うん。そのなんか時に今年1年どうなるんだろうって本当に不安だったんですけど、でも今こうやって見るとちゃんとなんか自分が選択してきて行動してこうやってやってきたことで、今こんだけなんかパーってすっきり、なんか視界がすっきりしてるというか、まあこんな1年も後で考えたら濃厚でなんかすごい一年だったな。もう本当生と死をすごく考えさせられたし、うん、こういう12月のこのま、なんか年、なんか、はい、一年の節目に、こういう機会をいただいて、本当に考えさせられました。ありがとうございます。こちらこそ、その桜ちゃんと桂さんの変化を見せてもらってありがとうございます。なんだっけ、時系列のスライドのやつって、ちょっと見せてもらっていいですか？そうそう、それそれ。これはすごい分かりやすいですよね。SRT 開始する前に、まあ、ちょっとその発作があったりとかしてたけど、開始するっていう風になって、もう初期のところから徐々に徐々に刺激を受けるとか、桂さん自身の変化が見られて、結構改善傾向が起きていった。っていうところで、重積発作が起きて、一回リトリートで預かっていきましょうってなっていって、まあ、すごくみるみる。抗てんかん薬一切使わずに、さっきのね、他の子犬たちとか、他のワンちゃんたちと触れ合うような、普通に、最初ね、歩けなかったもんね。もう、なんか狭いところに入っちゃって、ね、うん、歩けないっていう状態でしたね。ぼーっとしてた。だんだん、うん。それがだんだん、こう、行動が広くなってって、うんうんうん、普通に歩けるようになってましたよね。表情もすごい、私が行った時は、きちんと目があって、うん、表情も豊かだったし、で、そう、その後に、やっぱちょっと帰ってきて、発作が起きて、多分本当に気持ち的には、結構落ちたと思うんですよね。飼い主さんたちと、ご主人とか、皆さん含めて。で、その後に、まあ、リトリートをもう一回するっていう選択肢の時に、結構桂さんがすごく葛藤されてたのがすごい私印象深いんですね、はいはい、で、ああ、やっぱあそこなんだなっていうふうに今振り返って改めて思ったんですけど、うん、その時に結構悔しいとか、なんかちょっとこう負けたくないとか、なんかその自分で、さくらちゃんの状態を改善できないで、校長に預けてすごく改善したから、なんかもう一回そういうふうにするのがなんか自分の中で納得いってなかったなんだろうなって、まあ、今思うとそうですね、あるんですけども、まあ、結局そこの多分葛藤が本当はあったけど、あの状態になったさくらちゃんってある程度本当に覚悟が決まったというか、そうですね、私がやるっていう風に、そうですね、うんうんうん、本当にそうでしたね。うんうん、7月とか6月の桂さんが多分選択しなかったであろう本当の選択をしたんだろうなっていう風に見てて、もうなんかやっぱりまあいろんな本当に思いがあったんですよね、うんうん、あんまりね、先ほどはそんなにこの死を受け入れる覚悟をするってあるんですけど、うんうん、私の中ではもうさくらがそういう選択をするんだったら、まあ、サニー校長に最初見取りたいですかって聞かれて、うん、うん、まあ、さくらがもう自分で行きたくって行くんであれば、
私が行って引き止めるようなことはしたくないなとかっていう思いもあったりとか、まあ、そういう葛藤もあったりとか、でもまたその後いろいろ考えると、いやちょっと待てよ、さくらはどうしたいのかな、私は本当はどうしたいんだろう、今口では見取らなくてもいいですって校長に伝えたけど、本当にいいのっていうふうにまた自分にこう問いかけて、あれ、私さくらをだって転換治療したくてサニーズに入ってこうやって3ヶ月も学んできてるのに、本当にいいのっていう、それで実は何度も茨城院には通ってそう、家族で迎えに行く前に、はい、さくらの様子を実際見に行って、そこでお世話させてもらったり、そこで校長とか、そこにいるスタッフの方にさくらの様子をちゃんと聞いたりとか、で、また自宅に戻ってきて、家族とまた話し合いをしたりとか、さくらの状態はこんなだったよっていう。でもやっぱり、もうその辺からなんかこう、諦められないというか、なんか自分の志半ばで諦めるみたいな感覚ですかね。多分それはあったんだよね。その辺から今おっしゃったように覚悟が決まっていっていったんだと思います。はい、その本気の選択肢を桂さんが選べたとか、今でももちろん悩むこととかたくさんあると思うんですけど、多分本当に今の桂さんって迷わないとか決められるとか、もちろんその中で悩むけどね。でもやっぱ時って多分決められなかっただろうし、迷ってしまうとか、迷っても結局そのまま迷うだけになっちゃうとか、そういうのがもう今ないもんね。そうですね。気持ち悪いんでね。気持ち悪くなっちゃうんで。表現になってたもんね。結構激動な5ヶ月だったと思うんですけど、この中で自分がこう一番感じた大きな変化ってどんなことになりますか？大きな変化ですか。SRT を受けなかった場合と受けた場合の、まあ、大きな自分で感じるとか。にかく、もうそうですね、もう SRT 前は、見えるものさえも見えなかったみたいな状態ですかね。なんか抽象的かもしれないんですけど、自分で自信がないから選び取れないし、なんか、でも不安だから、その不安は解消したい。でもどうしていいかわからない。で、もうとにかくそんなもやがかかってるような、なんかそんな状態で、もうどうしたらいいんだろう、なんでこんなになっちゃってるんだろう。まあ、きっかけはその時はさくらの転換発作を治したいっていう、まあ、それが一番の悩みではその時あったんですけど、何かやっぱり引っかかるものが頭の中にずっとあって、なんで私はなんかこう一歩踏み出せないんだろう、選び取れないんだろう、行動できないんだろうっていうふうに思っていたんですね。で、やっぱり、結局 SRT やって、まずは飼い主のトレーニングっていうことで、やらせてもらいながら、まあ、ただただ本当にコツコツやっただけなんですけど、本当になんか視界が開けたというか、今は。見えないものもなんか信じられるというか、見えないものを見ようとすることができるようになったというか、そうですね、自分の偏った価値観だけじゃなくって、いろんな角度からも見れたり想像ができたりとか、で、それを受け入れたり認めたりっていうこともできたりとか、こうかもな、ああかもなって思いながらも、なんか自分が、何を選び取りたいのかっていうところを考えて、そこに行き着く力がついたというか。
そうですね。それをもう本当にもっともっとシンプルにポンポンポンって決めて進んでいけれるようになりたいなとは思うんですけど、うん、さらにさらにってことですね。そうそう、多くの飼い主さんが今見えているものをきちんと見れないとか、例えばその話をね聞いたりすると、実はこのぐらい前からこういうことがあったとか、実は見えていたけど、まあ、そういうことも含めて見えていたものも見えていない飼い主さんが多かったり、まあ、その不安になってしまうとかっていうことってみんなあると思うんですけど、 SRT やる前の時の自分自身とか、もしくは目の前で動物の症状とか病気で不安とか恐怖を感じている飼い主さんたちっていうのがいると思うんですけれども、うん、そういう人たちにとか自分自身に、その前の自分に何か伝えてあげられる言葉とか、うんうんうん、いますか？さっきも話しながら思ったんですけど、やっぱり SRT やる前って何が不安だったんだろうって、なんか結局自分が分からないから、その目の前の子のことを理解できないんですよ。でも、分かっているつもりでいるんですよね。うん、で、だから不安なんですよね。その子に何が必要なのか、何をしてあげたらいいのかが分からない。それが不安で、やっぱりどん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 なんか選択ができなくって悪い方に、悪い方に、そうですね、自分がまあ選択してたことだとは思うんですけど、その時も、はい、そういう状況になっちゃっていたのが、今はそのトレーニングを積んで、 見えるものが見えるように、 見えないものが見えるようにとかなると、その目の前の子のことが、あ、こうすればいいのかなっていうふうになんか分かる、まあ、手探りなところももちろんあるんだけど、や、それを行動に移せる。あ、この子には今これがいいかもとか、こうしてあげたいとか、これしてみよう、あれしてみようって、どん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 選択ができていって、それがまたいい結果につながっていって、うん。最終的に自分が望んでいた未来が見えるようになるっていう。あ、そで、これでよかったんだなっていうふうに思えるので、うん、本当に、なんだろうな、この、ウソ本の出演いただいて、この スライドを作りながら、どうやったらなんか、これ見てる人に伝えられるかなって思ったんですけど、もう、とにかくただただ正直に、リアルに自分が経験したことを伝えるしか、多分伝えられないよねって思って。で、うん、それで、わからないけど、どこかの方が、の背中を押せるようなことができたらいいなっていうふうに思いながら、このスライド作りました。はい。なんかまとまってないけど。ありがとうございます。うん。なんかそう、なんか一人でも、そう、なんか引っかかってくれたらいいな、なんかどこか胸に、胸とか、はい、うんうんうん、で自分がそのさくらちゃんの今の結果を作れた一番の要因って何だと思います？なんか私これやったからとか、こう思ったからこれを達成できたじゃないけど、この結果を得られたとか今があるって、まあ、たくさんあると思うんですけど、あえて一つ。これかなっていう。なんだろう。この間もなんか夫にね、でも、なんでさくらって発作起きてないんだろうねって言われて。うって言われたんですけど。え、私が頑張ってるからだよって言ったんですけど。うんうんうん。頑張ったから。そうそう、頑張ったから。やれなかったとかだよね。うん、もうでもやっぱりそこですね。もう本当に本当にこのさくらが命をかけてて教えてくれたっていうところにまたつながるんだけど、うんうん、もうそのサニーズに出会って、その根本治療を始めようって、まあ自分の中で
怖いですよね、やっぱりその今までなんだろう見たことない世界というか、全然体験したこと見てきたことのないコミュニティというか、そこに一歩踏み出す、誰でも怖いと思うんですけど、でもその時に私が申し込んでもやっぱちょっとまだ不安だったんですよね。その時に5月にさくらが初めての重積発作を起こしたんですよね。もうそれでもう絶対後戻りできないと思って、まあその追い込まれたっていうのもあるんですけど、もうさくらがそこまでして何か私に伝えようとしてくれてるんだから、私も絶対これはもう逃げられないと思って、ね、動物ってすごいなって本当思うんですけど、いやちょっとね、まだまだいろいろちょっと聞きたいこととかあるんですけど、はい、結構いい時間に間もなく10時にもっとしてるなので、はい、改めてその転換を改善していったとか、まあ、細かい例えば食事のこととか気になることとか、まあ、それぞれの飼い主さんによって違うかとは思うんですけど、今週の木曜日にですね、サニーズアニマルアカデミーの方で、有料会員さん限定にはなるんですけれども、何でも相談できるんですっていうところのコンテンツのところで、またオンラインで、リアルに参加していただいて、直接桂さんに、質問することもできますし、もしくは事前に質問いただいて、後で1週間のアーカイブが残るので、それを見るっていうことも可能になります。あと、そうですね、なので、ちょっともう少し聞きたい話っていうのは、またそこで、さらに深い話はそこでさせていただきたいな、聞きたいなっていうふうに思います。で、あとですね、実は、今回、ワクチンセミナーが、ワクチンについてのセミナーを12月9日に、渋谷で行います。で、これは有料会員さん限定じゃなくって、無料会員の方でも、参加はできるものになっておりますので、そこに、私もですが、桂さんも、参加します。なので、まあ、直接どんな人たちが発表してるのとか、どんな飼い主さんたちがいるのとか、愛されてを受けている人たちも受けてない人たちも結構たくさん30人ぐらいの人たちが参加するので、もしご興味がある方は申し込みください。あとね、座席がただちょっと1名とかそんなわけなので嫌なければ申し訳ないんですが、ご了承くださいというところになります。で、それに関してはサニーズアニマルアカデミーの方で無料会員登録していただくと情報が見れますのでご参考ください。はい、っていうところですね。ちょっとこうキーパーソンとなった桂さんが本当に覚悟を決めた時に、シッターさんのことも含めたりとか、近くの方たちのサポートとか、本当にその自分の覚悟と伴っていろんなこう周りの変化もたくさん起こったと思うんですね。で、まあその仕事面のことに関してとか、家庭内の面とかに関してもたくさんの考えることとか刺激とか変化があったと思うんですけども、まあ、そういうものがどんな風にさくらちゃんに影響したのかとか、どんな風な変化があったのかとか、まあ、そういうもうちょっと細かい話っていうのも、ぜひ、次回の、何でも相談のところでお話ししていけたらいいなと思います。はい。じゃあちょっと桂さんの方から最後になんかみんなに一言締めのお言葉をいただいて終わりにしたい。いっぱい締めたつもりだったのでもう言ってくれたよね。はい。いやもう本当にこういう機会をいただいてありがとうございます。またより一層私自分をなんか解放できちゃいそうな感じがします素晴らしいですねでもそのためにそれを私は自分でその先の自分をイメージして、今回もこれ引き受けさせていただいたので、その先の自分が見たいなっていうふうにも思って、まあ、心臓ちょっとドキドキバクバクしながら初めてのキャンバでスライドを作ったりとか、まあいろいろありましたけど、でもすごい本当楽しかったです。はい、ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。まあ、今日はしかも急遽ねちょっと3人校長にお茶出てきたっていう感じでちょっと残念ながら遠いたかもしれませんが、また次回、輸送本もやりますし、何でも相談の方でやっていきますのでよろしくお願いします。ではでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。
はい、それでは、失礼します。